2010年のアラゴングランプリはロードレース世界選手権の2010年シーズン第13戦として9月17日から19日までスペインアラゴン州のモーターランドアラゴンでこの年初めて開催されたもともとこのシーズンの第13戦は前年に一度開催がキャンセルされていたバラトンリンクでハンガリー GP が開催される予定だったが サーキット完成が間に合わないことから2年連続でキャンセルとなったためリザーブサーキットとして候補に上がっていたモーターランドアラゴンでの代替開催が実現したものである。毎年開催されているスペイン GP、カタルーニャ GP、バレンシア GP に続くスペイン第4のグランプリとなった。富澤のレプリカヘルメットを被りレースを戦った。 ホルヘロ連ソ日曜の決勝レース前,前、前線3マリの GP で事故死した富澤康成を忍んで、全クラスのライダー、チームスタッフたレース関係者がスターティンググリッドに集まり、君が世が流れる中1分間の黙祷を捧げた。その中には、今回のグランプリを表敬訪問していたスペイン国王フアンカルロス一世の姿も見られた。 また多くのライダーが富沢への愛悼の意を込めて、マシンヘルメットつなぎに、富沢のゼッケン48や、富沢の似顔絵をつけて、今回のグランプリに臨んだ。かつて同じゼッケン48を使用していた関係で、生前仲の良かったホルヘロ連ソは、急遽用意した、富沢のレプリカヘルメットをかぶって、予選、決勝を戦った。125cc クラス予選では、 アジョモータースポーツのマルク・マルケスがシーズン8度目となるポールポジションを獲得した。2番グリッドにはマルケスのスリップストリームを利用して高タイムを出したチームメイトのサンドロ・コルテスが続いた。日曜日の決勝ではスタート直後の1コーナーでマルケスがランディ・クルメノハの転倒に巻き込まれてリタイアを喫した。クルメノハの方はその後レースに復帰したが 失格の裁定が下されて国旗が振られた。レースはその後、ニコラス・テロルとポル・エスパルガロのマッチレースとなった。両者は、激しいバトルを展開、ファイナルラップに、エスパルガロがテロルをオーバーテイクし、0.05秒差でシーズン3勝目を遂げた。この結果ポイントランキングでは、テロルが再びトップに立つこととなった。6ポイント差のランキング2位に、 エスパルガロが続き、ポイントリーダーだったマルケスはテロルから11ポイント差の3位に落ちた。元ニクラス予選では、アンドレア・イアン・ノーネがシーズン5度目となるポールポジションを獲得した。2番グリッドには、スコット・レディング、3番手には、アレックス・デ・アンジェリスが続いた。決勝レースでは、イアン・ノーネが序盤から後続を突き放して、 自らの勝ちパターンに持ち込むことに成功し、独走でシーズン3勝目を果たした。2番手には、フリアン・シモン。3位には、イアン・ノーネのチームメイトのガボール・タルマクシが入り、自身クラス初となる表彰台を獲得した。ポイントリーダーのトニー・エリアスは4位でフィニッシュし、ランキング2位のシモンと76ポイント差。3位の、イアン・ノーネとは80ポイント差となった。最高峰。 モートジッピークラスの予選では、ドゥカティ・マルボロのケーシー・ストーナーが、開幕戦カタール以来となるシーズン2度目の、ポールポジションを獲得した。日曜日の決勝レースでもストーナーが強さを見せ、独走でシーズン初優勝を遂げた。5.148秒差の2位には、ダニピドロサ、3番手には、ファイナルラップに、ホルヘロ連想、オーバーテイクしたニッキー・ヘイデンが入り、 自身シーズン初の表彰台を獲得した。4位に終わった、ポイントリーダーのローレンソは、このシーズン初めて表彰台を逃した。これで、ロレンソとランキング2位のペドロサとのポイント差は56、となった。モートジッピークラス決勝元にクラス決勝125、CC クラス決勝。ありがとうございます。